長持ち形石棺外赤京都府立単語、郷土資料館展示。法王寺古墳は、京都府与佐郡与佐の町男山にあった古墳。形状は、前方後円墳。現在では、墳丘は失われている。京都府北部、天の橋立で仕切られた内海である、阿蘇海の北岸丘陵の先端部に築造された古墳である。 早い段階で大きく作兵を受けていたが、1968年に京都府教育委員会による発掘調査が実施された後に全面的に作兵され、現在は京都府立良さの海支援学校が建てられている。噴景は前方五円形で前方部を南西方に向けた。噴球表面では不起意し、歯に割れつが認められている。 主体部の埋葬施設としては、原市を動いた状態で、業界岩性長持ち形石棺が認められ、砂岩性石枕も出土した。その他、墳糾場では、埴輪棺に個体が認められている。この宝寺古墳は、古墳時代中期頃の築造と推定される。野田川流域、阿蘇海周辺の中期低、後期古墳としては、最大規模で、後世に、 単語国の中心地となる以前からの繁栄を示唆する古墳になる。阿蘇海は港に適した内海で、一帯は大風呂南一号墳や加護神社伝世郷などで、弥生時代から栄えた地域として知られるが、同様に内海が存在した阿弥野や竹野では、阿弥野長子山古墳や神明山古墳といった巨大古墳が築造されており、各内海で、 政治的性格が異なる点が注目される。現在、出土石管等は、京都府立単語郷土資料館において展示されている。古墳の規模は次の通り、大きさとしては、単語地方で第7位の規模になると言われる。墳球は側面を、阿蘇海方向に向ける立地になる。ありがとうございます。